ワクワク防具防具。隅田川にやってまいりましたよ。スカイツリー。登ったことあります？ないです。はい、ないですよね。あるんですか？あります。ちょっとせっかく市内持ってきたんで、とりあえず春日さん毎日潰しろっつってやってるんですか？あ、やってます。やってる？はい。こんなにこれも何度も使って。嘘ついても分かりますからね。はい、分かりました。嘘はつけません。じゃちょっとはい。振ってみましょう。せっかくね、こういいロケーション。これですか？お母さんの。あ、これね。開けますよ。やってる割にすごいガッチリ結んであります。まあ、嘘ついてないです。はい、大丈夫です。癖でつい強くやっちゃいます。癖で何の癖ですか？ごめんなさいね、戸惑っちゃって。マルさん本当に毎日素振りしてます。綺麗ですけど、まあ真っ白です。あんまり、そうですね。手綺麗にしてからやってる。してないの名称いろいろこの間教わったのを覚えてますちゃんと。そうですよ、覚えてます。まずこれですよね。はい。ハルさんはグリップって言うんですね。グリップって呼んで、そう、それは本当申し訳ないです。別に悪い癖ですよね。これが手羽元。ふざけてるじゃないですか。皮。何が？つば側。これがつばですね。それがつばです。これがつば。全然覚えてないですよ。ハルさん。はい。強くなりたいです。そうです。強くなりたいとは思ってるんです。ただ。いろいろ覚えられなくてこれはじゃあ、はい、これは何ですか？何ですか？先ではないですよね。止め中止め、まあまあ三角かな。中結いですね。中締め、中結い。じゃあ一番その先は先端先塚。日本語は難しいですね。先の素材は何ですか？先側。先側ですか。その紐は何ですか？白い紐。弦。それは教えたかったかもしれないですね。あるんですよ。知らないです。鶴です。鶴。あ、これが鶴っていうんですね。鶴を上にして構える。あ、はい、そうですよね。こういうことですか？そうです。じゃあ普段やってる素振りをちょっと。見せてもらっていいですか？そこから直していった方がいいですね。そうですね。はい、わかりました。じゃあやらせてもらいます。普段でいいですか？それは早素振りはまだですよ。まだ。だからこういうことですね。普通に。そうです。普通の行きましょう。普通の。あ、はい、すみません。はい。はい。ふざけましたね、ちょっと。一応もう一回構えてください。はい、構えからまずちょっと一回ここで覚えて。はい。倒し方すぎて今のじゃいるんですかこれ。ちょっとかかと上げる、ちょっとかかと上げる、ちょっとはいこっちもちょっと上げる。靴でリラックスリラックスリラックスどんどん硬くなっていく。ああだいぶ握りが力の入れ方はこことここでとりあえず握る。しっかりねここ、はい、ここねここ、はい、こっちも近本先生言ってたでしょここ部位をここの線に合わせて自分の親指と人差し指の V ゾーンも多分、皆さんできると思うんですが、ここを真ん中に V ゾーンの一番頂点をこうそうそうこ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 う締める締めないこうしてこうこうしてこう分かったこうしてこうこうしてこうほらこうちゃんとなってるでしょ。こうしてこう分かったこうしてこう分かりました。左手曲がってる自分のことを叩きます。背骨まっすぐ膝は相手を切るように打つんだよ。相手がいるように打つんだよ。笑ったよ。ふざけてる。わかりました。はい。すいません。こうなるんだよ。はい。すいません。これイメージしてしないと何もいいんじゃないからね。わかりました。じゃあもう一度お願いします。こうですね。ちゃんと下がった時に構えの位置に戻す。そう。はい。そういいじゃないですか。ちょっとこうでしょ。今ハウさんどこ打ってました？切ってたんですね。切りすぎました。切りすぎ。170センチの人の顔を切る。はい。もう一回やらせてください。はい。お願いします。はい。これを毎日100回する。100回。強くなりたいですもんね。なりたいです。言わされてるじゃないですか。僕今日乱暴しました。はい。乱暴しました。いえされてません。今後もご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。お願いします。まだまだ続きますよ。素振りお疲れ様です。いや本当お疲れ様です。見ていただいて。光栄でした。お腹すきました。いやー、すきましたね。本当綺麗に並べときましたよ。お腹すくだろうなと思って。あ、ありがとう。何さんちのお店名前。蔵前堂さん。はい。で、サービスだらけですけど、これ、まずお弁当買ったんですよね。お弁当そうです。これの、まあ、これがなんかセット。お母さん手作りですね。本来は。いくら300円ぐらいした。350円ぐらいだったから。はい。買ったのはこれですね。このハンバーグ、パンとソーセージが、はい、これ購入しました。20円引きだです、ね、になってたから、はい、500円の80円ですね。これは100円だったんですね、これね。あ、そうですね、はい、なんで80円、300円以上買うと、あ、これだ、このヨーグルトかドーナツか、うん、お茶、はい、もらえるっていうこれをもらいました。で、その中から選んでドーナツを。そうですね、やっぱ甘いのが嬉しいですね。何人で来てるのかって聞かれて、3人です。たらそれじゃ足りないでしょっていうことで、この鮭かな、鮭っぽいですけどね、握りとこちらのボリューム満点のメンチカツですかねと2つつけておられて、ほんとついてましたね。じゃあ食べましょうか。そうですね、どうしましょうか。せっかく素振りで疲れた、お腹も空いたことだと思う。食べて体を作って筋肉強くしていかなきゃいけないんで、これぐらい全部ペロッと体を大きくしないと。わかりました。私これがちょっと食べた。あ、本当です。食べます。いいですか、遠慮なくいただいて。パンとソーセージは買ってるって話。焼いてくれてるんです。そうです。焼いて挟んで。はい、挟んで。じゃあすいません。はい。いただいちゃいます。入ってます。入ってますね。競技80円でコンビニでなんか買おうと思ったら何買えないですよ。買えないですよね。こういうパンも買えません。買えないですよ。はい。お惣菜。いいですか？全然。すごいですか？レタスシャキシャキしてます。シャキシャキ。懐かしい味っていうんですかね。じゃあお店行きましょうか。これがメインですからね。忘れてましたね。はい、行きましょう。はい、ありがとうございます。ご意見ご感想はコメント欄にお願いいたします。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また見てくださいね。